皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬が遊ぼうってこうね、人に対してぴょん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 飛びつく、これを解決していく2つのポイント、これについてねお話していこうと思います。こう人がものすごく大好きね、子犬ちゃんすごく私ね、うちの子大好きなんです、でもう大好きすぎてもう飛ぶんですよねみたいな、これちょっとね服汚したりだとか、まあ、びっくりされてひっくり返ったりとかねしちゃうかもしれんから、やっぱりちょっと不安なんです。でどうしたらいいんですかっていうことなんですけれども、僕はこの2つ、この2つのポイントをしっかりと見てくださいってことですね。まず1つ目、本当にそれを直したいかどうかってところですよね。ここきっちりやらないと本当に直らないので、本当にやるかどうかっていうのをまず決めることです。はい。で2つ目っていうのが、リードでコントロールをしてあげましょうっていうことなんですよね。はい。あと実はもう1つあるんですけど、それは宿題でおまけでお話させてもらいます。で、やっぱりね、こう、先も言いました。飛びつくと、ちょっとね、いろんなことがあるから、今からどうにかしておきたいってことなんですけども、まあ、まずね、そもそもその一つ目の、本当に直す気があるかどうかです。はい。ちょっと考えてみましょう。子犬ちゃんはなぜ飛びつくようになったのか。ここから考えなきゃいけないんですよね。はい。ワンちゃんっていうのは、意味があってそれをやってます。はい。自分がこうすることによって何か得るものがあるからこうしてるんですよね。はい。じゃあこう、ワンちゃんすごい人大好きなんですよ。人大好きでこうしたら何が起こるか。大体のパターンは、人の方が、小犬ちゃんね、なんか小型犬とかだと明らか人の方が背高いじゃないですか。まあ、小型犬もそっか。なんですけども、こう行きますよね、人が。はい。で、それに対して、わーって言うじゃないですか。わーって言った人が、おー、なんだいって感じで来るじゃないですか。これを求めることがすごく多いんですよね。はい。だからこうやってしてくれるのが、やってくれるのはこうするとこうしてくれるから、じゃあこうしようっていうことなんですよね。最初は違うかもしれないですよ。最初はなんかもう嬉しくてとりあえず行った、その結果こうやった行動がやってくれる、触ってくれる、やった嬉しいっていうことにつながってくる可能性があるんですよね。ってなってくると、こうさせる時の相手の対応も変えなきゃいけないんですよ。で、もしかしたらうちの子今ちょっと飛びつくかもしれないんで、こうやって行かないようにしまっていいですかとか声かけなきゃいけないんですよね。それが散歩中の方にも言えるかどうか、そこまできっちりできるかどうかなんですよ。いや、うちのね、飼い主いわ、もうそんなのね、してるか大丈夫なんやけど、いや他の人行くんですよね。じゃ他の人にもやってもらわなきゃいけない、結構大変ですよ。なのでこれを本当にやるかどうかっていうのをまず考えてください。中途半端にもうまあいっかなっていうのであればやらない方がいいです。お互いしんどいんでね。で、まあやるのであれば、次2つ目がリードでコントロールしてあげましょうってことなんですよね。で、要はジャンプで飛びつくからあれだったら、人が来るって大体わかるじゃないですか。いきなりパッと出てパッとはしないじゃないですか。なので、あ、来るなーって、ね、いつもの人でわーってなってやったら、リードを短く踏んであげて飛べないようにちょっと強制してください。はい、ご褒美でとか、お座りで多分聞かないと思います。もう耳入んないですね。うわーってやってるんで。はい。だからリードを踏んでとかってなるんですけども、まあそこまでして本当にやるかどうか。ね、やるんやったらきっちりやったらいいと思うし、やらないやったらもう別にね、うまくリードを短くコントロールするのであれば、もうそれはそれでね、他のことを教える時間使った方が僕はいいかなと思います。で、こういった形で本当にやるかどうか。で、やるのであればしっかりリードを短くしてね、コントロールしていく。で、これ2つだけでは実はうまくいかないんです。はい。大きなこの1つをちゃんとできていますか？それを宿題でお話しさせてもらおうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、先生、今日は子犬のこのね、飛びつく、わーい、遊んでーみたいな、これについてね、ちょっとお話しさせてもらいました。で、ね、先ほど言いましたけども、この2つのポイントね、見守りながら、本当にやるのであればきっちりやっていきましょう。で、もう一つプラスおまけで、これを守っておいて、これというかこの概念、ここをしっかりと考えた上でやりましょう。それはいくら強制したところでも、遊びたい、触ってほしい、人大好き、この気持ちは消えないです。そこはしっかりと満たしてあげてくださいね。はい。だから人に合わせないとか近づけないとかはやっぱ余計行きたくなります。人大好きなんですからね。かといって、まあね、なんかびっくりさせてとか傷つけてとか汚してとか、やっぱ、それはね、ちょっと気まずいと思うんで。
なんで、まあ、一言言えてね、まだちょっと赤ちゃんなんで、言っちゃうかもしれないんですけども、それでもよければよかったら触ってください。何か一言あると、また全然違いますから。で、そういうのを言いながら、うまく、子犬ちゃんの遊びたいよっていう気持ちを満たしてあげてほしいかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。